さん、こんにちは。今回は、K-WORKS のオーロラエクスクルーシブアーチザンキャラバンをご紹介します。ベース車は、モデル名の通り、日産キャラバンの標準ボディ、標準ルーフです。オプションで、ポップアップルーフも仮装できます。オーロラエクスクルーシブアーチザンは、ハイエースバージョンも選択できます。ハイエースバージョンでは、写真のようなエレベーションルーフを選択できます。また、ベース車はハイエース、ワイドボディ、ミドルルーフも選択できます。それでは車内に入ってみましょう。高級感のあるインテリアが特徴です。天板には天然木を使用。木の温かみのある高品質な家具が標準装備されます。照明は間接光とスポットライトの構成。2列目に3人掛けのマルチモードシートを設置。前向きにすると5名が前向き乗車できます。なお、3列目の横座りシートにも2名が乗車できますので、乗車定員は7名です。後ろ向きにすると L 字型、あるいはタイザダイネットになります。シートをすべてフラットにすると、長さ 2100mm、幅 1400mm のベッドになります。後部はキャビネットがあるので、多少狭く、1000mm です。オプションの上段ベッドとポップアップルーフがあれば、大人4名と子供2名が就寝できます。オプションのポップアップルーフを仮装した場合のルーフベッドは、長さ 2210mm、幅 1175mm です。なお、これは、ハイエース、標準ボディのみ設置可能なエレベーションルーフで、全体が持ち上がります。後部には、両側にキャビネットを配置。後部両側の窓には、デザインボードが設置されています。左側には、跳ね上げ式のテーブルと、後部にギャレーがあります。左側のキャビネットに設置されたシンクとフォーセット。隣には IH ヒーターも標準装備されています。テーブルは折りたたむことができ、車内を広く使えます。シンクにはガラス蓋がついていますので、閉じるとカウンターとして使用できます。IH ヒーターは火を使わず安全に調理できます。大容量のリチウムイオンバッテリーも標準装備ですので、電気の心配はありません。49リッター横開き式冷蔵庫を標準装備。もちろん冷凍室もありますので、冷凍や製氷と冷蔵が同時にできます。エントランスの右側には、各10リッターの給排水タンクが収納されており、車外から直接出し入れできます。右側のキャビネットには、リアゲートを開けて車外で使えるシャワーフォーセットが用意されています。後部右側のキャビネット。家庭用の電子レンジを標準装備。キャビネットにすっきりと収納されています。電子レンジの下側には扉付きの収納があります。ここには FF ヒーターが標準装備されています。車載用セパレートクーラーを標準装備。クーラーの塗装はオプションです。電装系は540アンペアワー相当のリチウムイオンバッテリーのほか、走行充電、外部100ボルト電源入力とチャージャー、2000ワット制限派インバーター、310ワットソーラーシステムが標準装備されます。オーロラエクスクルーシブアーチザンキャラバンの車体サイズは、全長4695mm、全幅1695mm、全高1990mm です。それでは、ハイエース、ワイドミドルルーフをベース車にした、オーロラエクスクルーシブ、アーチザン、タイプ1と比べてみましょう。こちらは、ハイエース、ワイドミドルルーフがベース車ですので、ボディサイズは多少大きくなります。ポップアップルーフはオプションです。レイアウトは、オーロラエクスクルーシブ、アーチザン、キャラバンと同じで、2列目にマルチモードシートを設置しています。後部には、横座りのベンチシートとギャレーキャビネットを配置。ベッドサイズはアーチザンキャラバンと同じで、長さ 2100mm、 幅 1400mm で、足元はやはり 1000mm です。オプションのポップアップルーフを仮装すると、ベッドサイズは長さ 1850mm、
幅 1320mm で、幅は多少広くなります。左側のギャレーキャビネット。ギャレーキャビネットには、49リッターの横開き式冷蔵庫、電子レンジ、全部にシンクが配置されています。右側のキャビネット。こちらは、キャビネット全体が大きな収納になっています。ワイドボディでは家庭用ポータブルエアコンを標準装備。写真はオプションのエクステンションウィンドウ付きのダイキンエアコン。エクステンションウィンドウによりエアコンの出っ張りを最小限にすることができます。オーロラエクスクルーシブアーチザンタイプ1はワイドボディですので広い室内が魅力です。もう一台はアルフレックスのシーバスマスターズラインを挙げておきましょう。これはハイエース、標準ボディ、標準ルーフ、スーパー GL、ダークプライムがベース車です。2列目に2名掛けのマルチモードシートを配置。フロントシートはオプションで回転するスイベルシートに変更できます。マスターズラインではオリジナルのレザーシートが標準装備されます。照明はスポットライトが中心。アクセントのデザインライトも設置されています。シートをすべてフラットにすると長さ 2400mm、 幅 1120mm のベッドになります。後部だけなら長さ 1520mm、 長さ 1160mm のベッドサイズです。ベッドの下は大きな収納スペースになります。右サイドのギャレーキャビネット、常設2口コンロとシンクが標準装備されます。冷蔵庫は40リッターの引き出し式、冷凍室もあります。後部右側のキャビネットにはセカンドギャレーも設置されています。車外でシャワーを使うこともできます。後部右側には扉付きの収納があります。オプションで床下収納を設置可能。ポータブルトイレを収納しておけます。連装系のスイッチとコントロール。サブバッテリーは 100Ah のディープサイクルバッテリーが1個標準装備されます。オプションで 200W のソーラーシステムも設置できます。シーバスマスターズラインはダークプライムのハイグレードベース車におしゃれなインテリアを組み込んだ2人向けのコンパクトなモデルです。それではオーロラエクスクルーシブアーチザンキャラバンに戻りましょう。オーロラエクスクルーシブアーチザンキャラバンはコンパクトながら豪華なインテリアと充実した装備が印象的なモデルです。横開き式冷蔵庫や電子レンジが標準装備で車旅にも多用。クーラーと FF ヒーター、大容量のリチウムイオンバッテリーも標準装備ですので、オールシーズン快適な車旅が実現できます。オーロラエクスクルーシブアーチザンキャラバンの仕様と価格は下の説明欄をご覧ください。価格などを含めたさらに詳しい比較表はキャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。